中学1年生13歳のみひろです。今日はよろしくお願いします。みひろはい、よろしくお願いします。みひろ、先ほどスマイルツインズの方でね出させていただいたんですけれども、今日じゃないな今回ソロ衣装に変更しました。かわいいでしょ。かわいいありがとうございます。そう、めっちゃ豪華な衣装になってるのでね、皆さんちゃんとお写真とか動画にね収めていただけたらなと思います。それではかぶってるんですけど、イヒロの1曲目を歌いたいと思います。聴いてください。初恋サイダー。Oh!
はい、ありがとうございます。この衣装だとだいぶ暑いんですけど頑張りたいと思います。それでは次の曲いきたいと思います。聴いてください。ゴッドノーズ。
はい、最後の曲になっちゃうんですけど、その前に結構大事なことを発表させていただくので聞いてください。みひろが一番伝えたいことを先に発表させていただきます。来年の7月30日土曜日、みひろちゃん誕生日当日にみひろのセンター祭を行わせていただきます。イエーイ。広島シティホールさん、ホテルさん、あれ、なんとかかんとかさん。いや、広島じゃ、みはる、みひろシティホテルさん、合ってるかな、の方で行わせていただきます。皆さんぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。まあ、まだ先なんですけど、7月30日土曜日、開けててください。31日も開けててください。ぜひ、その、2days はね、もうカレンダーにでも書いといて、絶対ここは仕事もイベントも入れないって言って、みひろの生誕祭に来てくれることを願っております。はい。で、1月は、1月の8日が定期カラオケ、1月の8日が定期カラオケライブで、9日が奥の島の撮影会になってます。そして1月の22日に東京アイドル劇場ミリさんの方でみひろ演奏をさせていただくんですけど、今日出演している七尾あゆみちゃんとのユニットあゆみひろ公演と、ソロスペシャルの方でみひろ2公演出させていただきます。ぜひ東京遠いんですけど、徳島からはもっと遠いんですけど、皆さんぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。イベント情報はみんにゃんず .com の方からよろしくお願いします。今みひろが話したよりも詳しく載っておりますので、そちらの方をチェックしてください。ボールなんとかかんとかがありますありますので、ぜひ皆さん愛媛なんか雪の心配もあるよみたいなことをちらっと聞いたんですけど、まあ雪なんかぶっ壊してきてくださいそれでは最後の曲いきたいと思います。一つ目のオリジナル曲、大好き、聞いてください。大好き。Mountains
終わっちゃうんですけど、この後外の方で物販をさせていただきます。遊びに来てくださると嬉しいです。みひろサンタさん今日来なかったんで、皆さんがサンタさんだと思ってプレゼント待ってます。はい、それでは以上みひろでした。この後も楽しんでってください。ありがとうございました。遊びに来てください。バイバイ。